セッションちゃん。なんかいつもより小声ですね。ささやくように。今日は物々しい。物々しいな。ねえ、確かになんかね。ちょっといつもと様子が違いますね。なんか穏やかじゃないですね。何ですかこれは。いつもの青春ジャックとはちょっと違いますけど、何ですか。はい。ここ北海道商店街という。商店街。はい。松山一の商店街。うん。はいはい。確か大きい。思い出鑑定団という企画をやるんですけど、うんうん、はいはい、まあ、青春といえばやっぱり思い出ということで、はい、他の人には価値のないもの、うん、自分にとっては思い出に詰まっているもの、はい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 、誰しも一品あると思う、はいはいはい、それを持ってきていただいて、はいはいはい、お二人に値段を鑑定していただく、うん、はいはいはい、そうなんや、あらかじめ告知されたんですか、はい、ツイッターでね、森田さんのツイッターで、はい、そうなんや、はい、したら、はい、それだけ集まりました、すごいね、これをテレビ愛媛の上層部にこの影響力知ってもらいたいですね。いや、こんなだけおるけど、ワーキャーはなってないよ。いや、なってるよね。全然なってなかったぞ。静かに振ってくれるのが。やっぱコロナ禍もあるから。すごいね、でもね、集まっていただいて。いいですね。はいはい、青春、まあ、知らんわ。そりゃそうや。ジャックは帰ってこないよ。ジャックは帰ってこない、ね。帰ってこない。はい、浸透してそうだよ。はいはい。その算定して、はい、お金をつけたら、うん、賞金をその人にあげる。このお金はどっちですか、うん、どっから出るんですか、もうええで自腹も、これは制作委員会です。おいらしくないな。まあどうしたんですか、余裕が生まれてどうしたんですか。いやいや、ただ制作費が払われるので、これがどんどん少なくなっていくと、さらばさんのご飯とかもちょっとなんでしわ寄せてくるの、なんで別でやってくれ、関係あらへん。なので、はい、思い出を、はい、その品がおいくらとかそういうことは関係なく、はい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 、思い出のエピソードとか、はいはいはい、思い詰まってる、この青春に価値を見出すってことですね。そうですね、はいはいはい、あくまで独断と偏見やから。その額はですね、上限が1万円。1万、難しいね。なんか聞こえへんようにやろうや。何がみんなに聞こえへんようにやった上で、まあ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 鑑定したいけどね。基本軸は10円中心でいきます。さすがによ。視聴者の思い出の品に値段をつけていく思い出鑑定団。まず最初の依頼人は、はいはい、あら、どうしたのお嬢ちゃん。はい、なんで俺らのこと知ってんの。近いな。熱量すごいよ。すごい好きで、めちゃくちゃ好きで、はい、私の思い出の品なんですけど、うん、これで、あら推し活っていうのがすごい好きで、その自分で作ったグッズをスマホケースに挟んで、これ自分で作りはったんや。はい、そうなんだ。なるほど、はい、ちょっと著作権侵害にあたる。ほっといて、ほっといて、売ってはないから、後で叱るべくしよう。いや大丈夫や、販売はしてへんから大丈夫や。親御さん呼んできてもらっていいかな。すげー正式に。いやいや、ありがたいことです。高校生の井上さんが持ってきた自作のスマホケース、この品にはどんな思い出が詰まっているのでしょうか。それ見せんの、じゃあ友達に。あ、見せますね。なんて言われんの。なんか意外なの好きになるよねって結構。なんかまあそれは本人らの前で言うのはどうかと思うけどな。周りの友達は俺らのことは一応知ってんの。なんか知ってる子もいたり、私を通して知った子も。なるほど、だから布教活動してくれてんのよ。そうです、押してくれてんのよ。ありがたいね。そうです。何年ぐらい前からですか。あ、全然行ってないんですけど、半年ちょっと。あ、でも半年ちょっとでハマってくれて、作ってくれてな。え、でこれに、ちなみにさ、さらば青春の光をさ、はい、生で見たの初めて。初めてなんや。ライブはまだ来たことないんか。来たことないんですよ。行きたいと思う。あ、めちゃめちゃ思ってます。いや、これはでもだから思い入れも入ってるし、はい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 、だってこっからまた思い出が増えていくかもしれないというですから、ね。ちなみに C ってどっちが好きとかあるんですか。いいよ、全然正直に、はい、正直にね。C って言うなら、ありがとうございます。10円ですね。え、10円ですよ。それはそれはもう思い出の価値やから。あの10円を投げつけようと思って。やめてください。なんかマイナス査定やなそれ。うん、青春が詰まった自作のスマホケース。鑑定額を1の位から発表していきます。うん、じゃあいきますよ、はい。ハンマープライス。ゼロ。うん。3桁割る。はい。トゥルー、はい、大丈夫、次。おー、ゼロ。おー、来てるよ。はい。トゥルー、はいはい。ドン。5000円。素晴らしい。早速、はい、出ましたね。はい、やっぱり、うん、
単独ライブに来てほしいなっていう、なるほど、思いで単独ライブぐらいの値段を、そうかチケット代ね、もらってもらおうかなと。ああそれで来てくださいと、はい、素晴らしいじゃないですか。いけるかこれで。旅費も助かる。いや5000、思い出に5000やからな。愛媛に単独しに来ることはないからな。いやいや、いつかはね。大体大阪とかやからな。いやでもチケット代には足しにはしていただきますよこれは。まずさ、俺らに女子高生のファンがいるっていうのがさ、ね、いいやんか。ありがたいです。ありがたいやん。ちょっと多いか。いやいや、まあまあスタッフ陣はちょっと慌てて今いますけど。まあまあまあ、初っ端から5000円、ね、まあでもこれは気持ちを受け取りましたから。作ってくれた子さ、ありがたいありがたい。だってこっからほんで森東と一応著作権の裁判始まる。5000じゃ済まへんもんね。5000じゃ済まへんからね。次会う時は敵やから。やめてくれ、法廷でねえやね。いや、おめでとうございます。はい、はい、じゃあおめでとうございます。はい、あ、いいです、いいです。はい、おめでとうございます。おめでとう。絶対来いよ単独。ということでこちらの鑑定額は5000円でした。もうええってお前、お前は俺らもストーカーやないかお前は。おいお前5日ぐらい前に会ったよな。借金いくらだっけ。借金281万。お母さん、はい、何ですか。せこいですね。何もせこくないの。子供を連れてきて。いやいや、子供にお子さんにまつわる思い出とかじゃないの。もうええって。もう俺は子供には惑わされへんぞ。お前、誰それ。森保監督と。お前これ持ってくるとこ違うの。本家本家本家の方行け。本家の方持ってった方がいいよ。何も言った今。1、10、100、1000万、10万、100万、え、1000万や。1000万、あかんかん。成功投資違います。賞レースじゃないんですよ。